テレビをご覧の皆さん、こんばんは。今夜はここクリネックススタジアム宮城から楽天対巨人交流戦第1回戦の模様を実況堂前秀夫でお届けしてまいります。イングルス青山、そしてジャイアンツ東野以上の両先発となっています。さあ、まもなくゲームが始まります。まずは1回の表、ジャイアンツの攻撃。先頭バッターは坂本、パッと打った、レフトの頭上、レフトポール際、どうだ、ぐーんと伸びて左に切れていきました、ファー、打った、これはいい当たりだ、二遊間ライナー破っていった、打球は左中間に転がっている。坂本二塁を狙う、青山左中間へのツーベースヒットを打たれました。そしてここでバッターは松本、ジャイアンツいきなり先制のチャンスを迎えています。シンカーはストライク、まずは真ん中、第2球投げました、スライダー決まってストライク、さあ追い込まれました、投げました、打った、セカンド正面、一塁へ送る、アウト、ワンアウトです。ワンアウトランナー三塁に変わります。そして迎えるバッターは小笠原、ネクストバッターサークルにはラミレス、第2球投げた、インサイド、判定はボール、投球3球目、打ちました、センター追っていった、掴みました、三塁ランナーはタッチアップ、バックホーム、ジャイアンツまずは1点先制。バッターは DH のラミレス、ここは外野陣が深めの守備位置に変わっています。あっと打った、センター前に出る、ヒット、ツーアウトランナー一塁となりまして、阿部、現在6試合ヒットが続いています。直球決まってストライク、真ん中ストライク、青山追い込んでいます。投げた、直球ボール、内角へ投げた、進化打った、これはうまいところに打ち上げた、これはヒットになります。ラミレス二塁でストップ、バッターは6番高橋、さあ1球目、インコース低めストライク、まずは初球決めてきました。第2球投げました、スライダー打ちました、レフトへ行った、横川交代、取りました。1回の表が終わって1対0、ジャイアンツ先制点を挙げています。1回の裏、1点を追いかけますイーグルスの攻撃。先頭バッターは宮根、インサイドストライク、投げました、高め、直球決まってストライク、遠野、まずは簡単に追い込んでいます。ボール、第4球投げました、打ちました、ファール、バックネット方向に飛んでいきます。さあ5球目、ボール、アウトコース低め、わずかに外れた、投げました、打った、センター前ヒット、イングルス同点のチャンスを迎えます。そして左バッターボックスには小坂、ボール、外れました、ワンボール。さあ2球目、ストライク、アウトローへ、伸びのあるストレート、第3球投げた、ストライク、膝元厳しいところ、ツーストライク、ワンボール、一塁へ一つ牽制球を送りました、セーフ。投球4球目、アウトコース、空振り三振、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。バッターは3番剣士、セーフ、一塁牽制。第1球投げた、インコース低めストライク、初球まずは入れてきました。第2球投げた、空振り、伸びのあるストレート、インサイド、膝元はボール、ツーストライク、ワンボール。投球4球目、内角スライダー、見逃し三振、バッターは指名打者フィリップス。さあ1球目、インコース低めストライク、伸びのあるストレート。さあ2球目、バット打ち上げてしまった、落下点に入った、掴みました、一塁ランナー宮根、残塁に終わりました。1回が終了しまして1対0、ジャイアンツ1点リードは変わりません。これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは7番長野、投げた、
ストライク、アウトローへ。まずは初球決めてきました。第2球投げた、打った、引っ張った、切れていきます、ファール。投球3球目、直球打ちました、取りました、ワンアウト。バッターは8番エドガー。ボール、ストレート外れました。ノーストライク、ワンボールです。投げた、シンカーはストライク、ワンエンドワン。投げました、スライダー打った、アルボール。十分ご注意ください。投げました、打ちました、グラブ弾いた、今拾った、あーっと送球それた、記録はエラー。ランナー1人を置いて迎えるバッターは脇谷。さあ1球目、あっと打った、ファール。投げました、シンカー決まった、ストライク。バッター追い込まれました。投げました、外のボール球打った、ライトへの浅いフライになった。この打球は取れるかどうか、エドガー2塁でストップ、青山得意球を打たれました。ワンアウトランナー1塁2塁に変わります。打順は1番に戻って、坂本、ジャイアンツ追加点のチャンスを迎えています。投げました、シンカーはボール、低め。さあ3球目、スライダーボール、外へ、ワンストライク、ツーボール。さあ4球目、ボール、アウトサイドわずかに外れた、シンカー打ちました、三遊間、ショート掴んだ、三塁へ送る、三塁フォースアウト、セーフ、一塁はセーフ。ランナー2人置いて迎えるバッターは松本。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。ボール、シンカー外れました、投げた、シンカー見送ってストライク、ワンエンドワン。さあ3球目、打った、セカンド正面、一塁へ、アウト。青山、ワンアウト一塁二塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。2回の表が終わって1対0、ジャイアンツこの回無得点です。これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターは5番中村、打った、初球打ち、レフトの頭の上、越えるか、ダイレクトフェンスに当たった、二塁送球、脇谷今タッチしてアウト、ワンアウトです。バッターは6番横川、投げた、アウトサイドストライク、ワンストライク。投げた、ストレート決まってツーストライク、もう追い込んでいます。さあ3球目、ストレート打った、レフト前のヒットになります。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。バッターは7番久野、現在首位打者争いの3位につけています。インコース低め、ストライク、投げた、引っ張った、これはライト右のファールフライ、切れていきます、ファール。投げました、ボール、直球外れました、投げました、外角高め打った、6、4、3、イーグルス同点のチャンスを逃しました。2回が終了しまして1対0、ジャイアンツ1点リードは変わりません。ジャイアンツこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番小笠原、シンカー決まってストライク、初球ストライクから、投げました、ストライク、アウトローへ。バッター追い込まれました。第3球投げました、あっと打ち上げた、フラフラっと上がった、取りました、青山セカンドフライに打ち取りました。先ほどヒットを放っているラミレス、投げました、スライダーはストライク、まずは外角高め、ワンストライク。インコース直球外れてボール、カウントワンエンドワン、投げた、スライダーはストライク、投げた、シンカー外れてボール、これはわずかに低いか、スライダーはボール、アウトコースへ。第6球投げた、シンカー空振り三振。左バッターボックスは5番阿部、投げた、インコース低め、ストライク。さあ2球目、打ちました、セカンド左、一塁送球、アウト。青山中軸をピシャッと三者凡退に仕留めました。3回の表が終わって1対0、ジャイアンツこの回0点に終わっています。3回の裏1点を追いかけますイーグルスの攻撃。
先頭バッターは8番高須。現在首位打者争いの2位につけています。打球は左中間に上がっている。ヒット。ボールはレフト左横転々としている。ボールは中継。高須レフト線ツーベースを放ちました。さあ同点のチャンスにバッター島投げた。流し打ち1、2塁間ライナーで破った。さあこれでノーアウトランナーは1塁3塁。第9球投げました。真ん中にストライク。ワンストライク。投げました。ストレート打ちました。取りました。ボールは中継のセカンドへ。これでワンアウト、ランナーは一塁三塁変わりません。そしてバッターは戸坂。今日の第一打席はスイングアウト。セーフ。投げました。低め。判定はボール。さあ次の投球です。あっと打った。ヒット。高須ホームイン。イングルス同点。戸坂タイムリー。同点の場面映像でご覧いただきましょう。ここでバッターは剣士。今日2打席目。第9球投げました。直球外れました。胸元際どいところ投げました。スライダー決まってワンエンドワン。投球3球目。高め。判定はボール。ボールカウントワンストライクツーボール。投げました。ストレートはボール。外角へ。次が5球目。投げた。直球打った。ファウルボール。投げた。内角低め打ちました。後方へ飛んでいきます。ファウルボール。投げた。打った。あっと上がった。これは大きい。レフト線これだっていった。ボールは中継。三塁ランナー今ホームイン。イングルス1点リードに変わりました。剣士レフト線へのタイムリーツーベース。ワンアウトランナー二塁三塁に変わります。そしてバッターボックスはフィリックス。第1打席は内野フライに倒れています。投げた。高め打った。大きな当たり。松本バック。打球は左中間に転がっている。ボールは中継。続いて二塁ランナーも今ホームイン。フィリップスランナー一走のタイムリーツーベース。当のマウンドを降りまして豊田今日2番手としてマウンドに上がります。ワンアウトランナー二塁に変わります。さあワンアウトランナー二塁という場面で中村打ちました。三遊間ライナー破っていった。中村これで打率を3割8分4厘としています。第9球投げました。まっすぐ決まった。ストライク。投げました。あっと打った。センターへの浅いフライになった。これはどうだ。追いつけるか。あっとこいつレフト掴んだ。イングルスさらに1点追加。記録はヒットになりました。横川タイムリーヒット。ワンアウトランナー二塁三塁に変わります。バッターは7番草野。現在首位打者争いの3位につけています。投げました。打った。打球はライト浅いところ。ライト前進。高橋余裕があります。掴みました。そしてチャンスの場面で期待のできる高須。現在首位打者争いの2位につけています。打った。引っ張った。ヒットになります。ボールは中継。イングルスさらに1点追加。高須レフトへのタイムリー。豊田交番。小林今日3番手としてマウンドに上がります。この場面でチャンスに強い島。一塁へ牽制球を送ります。セーフ。投げました。打ちました。初球打ち。ヒット。ボールは中継。イングルスさらに1点追加。島センター前タイムリーヒット。第1球投げました。スライダーストライク。第2球投げた。インハイ打ちました。これはヒットになります。レフトバックホーム。高須一気にホームへ。イングルスリードを7点に広げます。宮根タイムリー。そしてこの回13人目のバッター小坂。直球決まってストライク。ワンストライク。さあ次の投球です。スライダー空振り。さあ追い込まれました。第3球投げた。高めボール球打った。切れていきます。ファール。投げた。
第4球目はボール。小坂集中しています。第5球投げた、三振。小坂スイングアウトの三振に倒れました。東北楽天ゴールデンイーグルス対読売ジャイアンツ1回戦は3回まで終了しまして8-1、イーグルス逆転に成功しました。第9投げた、直球ボール、投げました、スライダー決まってストライク、カウントワンエンドワン、投げました、真ん中ストライク、ツーストライクワンボール。第4球投げました、直球打ちました、サードボールを取る、一塁アウト、ワンアウトです。バッターは7番長野、第1打席はレフトフライに倒れています。初球を打ちました、さあバックネット方向に飛んでいきます。投げました、アウトコース低めいっぱいストライク。第3球投げました、打ちました、ショートボールを掴んだ、一塁アウト。右バッターボックスは8番エドガー、今日2打席目。第9投げた、直球ストライク、ワンストライク、投げた、ボール、アウトコースへ、カウントワンエンドワン、投げた、外角高め打ちました、打球はショートの左、一塁へ送る、アウト。ジャイアンツこの回も三者凡退に倒れました。4回の表が終わって8-1、イーグルス7点リードは変わりません。イーグルスこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番ケンシ、まっすぐ決まった、ストライク。第2球投げた、インコース高めストライク、さあ2ストライクと追い込んだ、投げた、ストレートはボール、インコース際どいところ。投球4球目、打ち上げてしまった、ファール、投げた、外角低め1回、見逃し三振。バッターは DH のフィリックス、ストライク、アウトローへ。第2球投げました、打ちました、鈍い当たり、ヒット、ボールは中継。さあワンアウトからのランナーが出ました。右バッターボックスは5番中村、これが3打席目になります。外角低めいっぱいストライク。第2球投げました、アウトコースへ、ボール、ワンストライクワンボールです。投げました、直球はストライク、外角低め、ストレートで押してきます。追い込んで投げました、シュート打った、坂本ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。先ほどタイムリーを放っている横川、さあ1球目ボール、低めわずかに外れた、ワンボール。投げた、引っ張った、切れていきます、ファール、ストレート見送ってストライク、ストレートでグイグイ押してきます。第4球投げた、空振り三振、バットアウト、横川スイングアウトの三振。4回までが終了しまして8-1、イーグルスこの回の攻撃は0で終わっています。ジャイアンツこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番マキア、これが2打席目になります。さあ次の投球です、スライダー空振り。第3球投げた、アウトコース高め、直球決まってストライク、バッター追い込まれました。第4球投げた、打った、ファール、投げた、打ちました、バックネット方向、ファール、投げました、あっと打った、ライト方向へ持っていきましたが落下点に入った、掴みました、青山ライトフライに打ち取りました。打順トップに帰って坂本今日3打席目、ストライク、膝元厳しい球、初球まずは入れてきました、投げました、アウトコース高め打った、草野ボールを取る、一塁アウト。バッターは2番松本、これが3打席目になります。さあ1球目ボール、インサイドわずかに外れた、ノーストライクワンボール。第2球投げました、打ちました、バットの先、一塁へ、アウト。青山この回もきっちり三者凡退に打ち取りました。5回の表が終わって8-1、イーグルス7点リードは変わりません。小林マウンドを降りまして、土本今日4人目のピッチャーとして登板です。これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターは7番草野、ここでヒットが出れば先発全員安打達成です。フォークボール、ストライク、
さあ次の投球です。これは打ち上げてしまった、ファールフライ、アウト。投げました、ボール、外れた。ボールカウント2ストライク1ボール。投球4球目、ストレート見送ってボール、2-2平行カウント。平行カウントになって第5球、投げました、低い球打ちました、取りました。草野、今日ここまで3打数ノーヒットです。今日ツーベースを打っている高須、現在首位打者争いの2位につけています。ストライク決まった、投げた、内角打った、打球は右中間に上がっている、右中間破った、打球は右中間に転がっている。高須2塁を狙う、高須ツーベースヒット。先ほどタイムリーを放っている島、低めいっぱいストライク、セカンド牽制球です、セーフ、際どいタイミングです。投げた、フォーク打ちました、センター前のヒットになります。ボールは中継、島、これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー1塁3塁に変わります。ここまで2安打の宮部、セーフ、1塁牽制、投げた、アウトコース高めいっぱいストライク。まずは初球決めてきました、まっすぐ見送ってストライク、ポンポンと追い込んできました。第3球、投げた、打った、引っ張った、切れていきます、ファール、投げた、フォークボール、見逃し三振。ここでバッターボックスは小坂、今日4打席目、一塁へ1つ牽制球を送りました、一塁セーフ、投げた、直球決まってストライク、投げました、インコースのボール左へ、ファール、投げました、ストレート打った、掴みました。結局2者残塁です。前半が終わりまして8-1、イーグルス、この回0点に終わっています。イーグルス、ピッチャーを変えてきました、青山、降板、山村、今日2人目のピッチャーとして登板です。ゲームは後半に入ります。先頭バッターは3番小笠原、内角見送ってストライク、投げました、打った、ファールボール。第3球、投げました、ストレート打ちました、ファールフライになりました、切れていきます、ファール。さあ4球目、打った、一塁送球、アウト、ワンアウト。バッターは指名打者ラミレス、今日3打席目、投げました、シュート決まってストライク、投げた、直球ストライク、山村追い込んでいます、投げた、シュート打った、ボールは後ろ、ファールボール。投げた、インコース詰まらせた、バックネット方向、ファール。さあ投球5球目、スライダー、空振り三振。バッターは5番阿部、ストライク、インコース厳しいボール、投げた、シュート打ちました、ファール。投げた、シュート、外れました。投球4球目、打ちました、これはショート真正面、小坂掴んだ、一塁転送、阿部内野安打。バッターは6番高橋、これが3打席目になります。外際どい、ボール、ノーストライク1ボール。投げた、シュートはボール。投球3球目、内角低め、ボール、ノーストライク3ボール。投げました、ここは選んでフォアボール、山村ストレートのフォアボールを与えます。イーグルス、ピッチャーを交代します。山村マウンドを降りまして、藤原、今日3人目のピッチャーとして登板です。そしてここでバッターは長野、今日3打席目、第1球、投げました、打ち上げた、セカンド落下点、掴みました、2者残塁。6回の表が終わって8-1、イーグルス、7点リードは変わりません。土本、降板、金戸、今日5番手としてマウンドに上がります。イーグルス、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番ケンシ、今日はヒットは1本、セカンド取って一塁へ送る、アウト、ワンアウトです。今日2本のヒットを放っているフィリップス。第1球、投げました、ボール、高めわずかに外れた、ワンボール。
さあ次の投球です。スライダーはストライク。ワンストライクワンボール。投げました。インコース詰まった。エドガーボールを掴んだ。一塁キャンバス踏んでアウト。ここまで2安打の中村。第1球投げました。インコース低めストライク。ワンストライクノーボール。1球目ストライクから投げた。インコース低めストライク。バッター追い込まれました。投げた。低めのボール引っ掛けた。ボテボテのショートゴロ。一塁へアウト。スリーアウトです。東北楽天ゴールデンイーグルス対読売ジャイアンツ1回戦は6回までが終了しまして8対1イーグルス。スコアボードに0が入ります。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは8番エドガー。スライダー見送ってストライク。インコース決まってワンストライク。打った。中村取った。中村自分でベースを踏んでアウト。ワンアウト。左バッターボックスは9番脇谷。第1球投げた。打った。流し打ち。アウト。第2球投げた。初球見送ってボール。第3球投げた。スライダー空振り。バッター追い込まれました。第4球投げた。外のボール球打った。ボールは後ろ。ファールボール。カウント2ストライク1ボール。投げました。ストレート空振り三振。完全に振り遅れました。バッターはトップに帰って坂本。ここまで1安打。初球引っ張った。1球目ファールから投げました。ストライク。膝元厳しいボール。ボールカウント2ストライク。第3球投げました。ライトスライダー見逃し三振。3球で仕留めてみせました。最後は見逃し三振に打ち取られました。7回の表が終わって8対1イーグルス。依然7点リードを保っています。7回の裏イーグルス。ラッキーセブンの攻撃。今日2本のヒットを放っている横川打ちました。脇谷ボールを取る。1塁アウト。ワンアウトです。左バッターボックスは7番の久野。これが4打席目になります。さあ1球目まっすぐ決まった。ストライク。ワンストライク。投げました。あっと打った。ヒット。センター前ヒットになった。久野これで14試合連続ヒットとなりました。さあ1球目初球打ち引っ張った。打球はレフト線転がっている。草野3塁を狙う。高須今日3本目のツーベースヒット。さあここで抑えれば流れが変わってくるかという場面です。ワンアウトランナー2塁3塁に変わります。先ほどヒットを放っている島。直球決まってストライク。さあ2球目これはボール。わずかに外れてワンエンドワン。投球3球目打ちました。詰まった。打球はレフト浅いところ。これは面白いところに上がっているが取りました。ここまで2安打の宮部。さあ1球目直球ストライク。ワンストライクノーボールです。さあ2球目打ちました。切れていきます。ファール。投げた。ボール。ストレート外れました。投げた。スライダー打ちました。フラフラっと上がった。長野前進掴みました。金戸見事に流れを断ち切りました。ジャイアンツこの回は2番からの高打順です。先頭バッターは2番松本。今日はまだヒットがありません。緩いか。ストライク。さあ2球目打った。レフト方向へ持っていきましたが掴んでワンアウトになります。バッターは3番小笠原。今日4打席目。さあ1球目空振り。フルスイング。投げた。打ちました。ピッチャー掴んだ。一塁送球アウト。バッターは DH のラミレス。ここまでヒットは1本。第1球投げた。外れた。ボール。わずかに内側。第2球投げた。スローカーブ入った。ストライク。カウントワンエンドワン。投げた。まっすぐ決まった。ストライク。投げました。あっと打った。三遊間ライナーで破った。
今日2本のヒットを放っている阿部。投げました。見送ってボール、わずかに外。投げました。スライダーストライク。投げました。打った、ライナー左中間へ伸びる、なおも伸びる、レフトセンター見送った、ホームラン。第13号ツーランホームラン、左中間スタンドへ突き刺さった。バッターは6番高橋、これが4打席目になります。さあ1球目、直球見送ってストライク、ワンストライクノーボール。第2球投げました、直球ボール、インコースへ。投げました、インサイドストライク、ストレートで押してきます。投げた、低め、空振り三振。高橋スイングアウトの三振に倒れました。8回の表が終わって8対3、ジャイアンツあと5点を追いかけます。金とマウンドを降りまして、山口今日6番手としてマウンドに上がります。イングルス、この回は上位打線から始まります。先頭バッターは2番小坂、今日はヒットが1本、ストレート決まってワンストライク。初球ストライクから投げた、チェンジアップ決まった、ストライク。追い込んでから投げた、低め、チェンジアップ外れてボール。第4球投げた、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。今日ツーベースを打っている剣士。第9投げた、チェンジアップ入った、ストライク。投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク。さあ3球目、打った、詰まった打球、取りました。ここまで2安打のフィリップス。投げました、真ん中にストライク、初球まずは入れてきました。さあ2球目、おっと打ち上げた、レフト前方ファールフライ、ファールボール。第3球投げました、ボール、直球外れました、ツーストライクワンボール。第4球投げました、インコース詰まらせた、これはサード一塁へ送る、アウト、スリーアウトになりました。最後は内野ゴロに倒れました。8回までが終了しまして、8対3、イーグルス、この回0点に終わっています。さあここは守備を変えてくるようです。さあいよいよ9回に入ります。この回のトップバッターは長野、今日4打席目、アウトロー打ちました、三遊間へのゴロ、一塁へ、アウト、ワンアウト。バッターは8番エドガー。投げました、外ストライク、まずは初球決めてきました。投げた、打ちました、センター右へのフライですが、センター追っていった、掴みました。あと1人、バッターボックスはラストバッター脇谷、ジャイアンツ最後のバッターになるのか。ちょっと抜けました、アウトコース外れてワンボール。さあ2球目、ストライク、アウトローへ、ワンエンドワン。スライダー打った、切れていきます、ファール。第4球投げた、あっと打った、ショート左抜けるか、一塁送球、アウト、ゲームセット。イングルス見事ジャイアンツを下しました。イングルス、これでジャイアンツとの対戦成績を1勝0敗としています。今日のハイライトシーンをご覧ください。本日のヒーローは剣士、今日の試合を決定づける勝ち越しのタイムリーを放っています。東北楽天ゴールデンイーグルス対読売ジャイアンツ、実況担当堂前秀夫でお送りいたしました。